ジャッキアップ。ロボット開発などを行うブレイブロボティックスなど3社は、全長4メートルの人型変形ロボットの試作機を公開しました。人型モードでは二足歩行が可能なほか、車モードでは最大2人が搭乗でき、理論上最高時速60キロで走行できます。操縦はコックピットでの操作のほか、遠隔操作も可能です。3社は遊園地などでの導入を目指していて、これからの課題は飛行と合体ということです。